はい、名古屋のお菓子、ケドトッツォ。ケドトッいただきましたんで、まあ一つですけど、動画に残しておきたいと思います。これは、私が買ったわけじゃなくて、いただいたものなので、いただきものなので、まあ、悪く思わないでください。ケドトッツォね。あ、かわいい。焼いた感じですかね。まあ、でも、写真の方が綺麗じゃないですか、こっちの。ケドトッツォ。名古屋のお菓子らしいんですけど、これ、東京で買われたんじゃないですかね。あ、ほら、ただちゃんと名古屋のお菓子になってます。はあ、まあいただき物なんで、冷やしておいた方がいいです。ただ今日、外も10度ぐらいなんで、生クリーム大丈夫そうですけど、はい、一応冷蔵庫保管しておきます。お疲れ様でした。ケロッケロッ。ありがとうございました。